はようございます。実は2人とも同じ髪の毛と髪型でございますね。今日は J アラートが発令されております。ゆみちゃんは寝てます。今日は病院に向かってます。今日は和子さんじゃじゃだーんでランクじゃなくてなんだレベルが1個上がります。というわけで大師橋の工事羽田線の懸念されてたんですけれどもなんとか浦安まではスムーズに来てます。ここから先がどうなるかちょっと分かりませんが、まあ、1時間ぐらいここからかかってもいいように思っておりますので大丈夫だと思われます。じゃあ今日もよろしくお願いします。起きたようです割とスムーズに来たんで有明ガーデンに車を置いて病院まで向かってます。朝の散歩もこれで一緒に兼ねてます。みたいにかからないで行きましょう。病院見えてきました。寒い、半袖で歩ってんのは僕ぐらいです。そうだ、髪の毛もなくなったからなお寒いんだ。みーちゃん映ってますか？ここに頭がここですよ。やっとこの白いのにも慣れました。もう今回から染めるのもやめました。ナチュラルでいきます。はい、ということでナチュラルといえば和子さん今日色を摘出してます。摘出というか撤去してます。去年の4月に色を作りましたので1年2ヶ月弱でしょうか、はい、お世話になりまして、もう最近は全然使ってなかったもんですから取っちゃおうということになりました。はい、色を削除させていただいております。今頃ちょうどやってるんじゃないかなと思います。まあ、抜くだけっていう本人も先生から聞いたらしいんですけれども。よね、みみちゃん眠いねかわいいかわいい。はい、何でしたっけ。そう、色を抜くということでございます。色っていうかチューブですかね。はい、僕は色っつうの初めて見たんですけれども、まあ、あれのおかげで生きてられたっていう感じです。去年の4月の頭ぐらいにもう物が一切食べられなくなっちゃって、胃ろうから栄養分を入れてやってました。その当時は30数キロまで落ちてまして、ほんとそれだけで生き延びてた感じでした。でも今はねもう40キロ後半、もう頑張れば50キロに手が届くんじゃないかというぐらいまでなってます。当時はあの胃カメラでやって色を作るらしいんですけれども、その胃カメラも食道を通るギリギリぐらいだったみたいで、一番狭い時には 2,3 ミリだったんじゃないかと言ってましてね、本当に物が食べられませんでしたが、だん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 広がってきたんでしょうかね。今はもう随分物を食べれるようになりましたので、その色を削除することになりました。まあ、逆にあの胃ろうがあったことで抗がん剤で気持ち悪くなってもね、あの普通の方ですともう物食べれなくて点滴で栄養分を入れてっていうことだったんですが、直接胃に入れることができたので食欲がなくてもそれはクリアできたという点では、まあ良かったというか
不幸中の幸いというか、はいはい、よかったと思います、はい、それによって体力も維持できたんでね、がんとも戦えてるてたんではないかなと思われます。僕も和子さんも基本的には抗がん剤に関してはあんまり賛成ではないんですけれども、まあ、しょうがないでしょう、はい。まあ、抗がん剤っていうのはね、効いてるか効いてないかわからないんですよ。がんがどんどん大きくなっちゃった時に抗がん剤が効かなかったんですねっていうことしか分かりません。効いてるかどうか、効いてるっていうのは分かんないんですよね。その人の免疫力でそのがんをやっつけてる場合もありますし、私たちはそれを信じて今戦っておりますんで、本当は抗がん剤はやりたくないけど、もしそれによってで広がっちゃってるとしたら怖いなっていうのもあるんですけれども、これから楽しく生きていきたいと思います。笑って楽しく過ごしていれば病気は逃げていきますんで、同じ病を患ってる皆さん頑張っていきましょう。僕は患ってはないけどね、はい、気持ちは分かるつもりでいますので、なんとか行きましょう。我が家はそれでうまくいっております。では、なんと今日はスイッチを持ってきました。ゼルダはちょっと行き詰まってますので、久しぶりに、はい、夕方のお散歩です。和子さん夕方お散歩お休みです。やっぱり今朝食べてないのと色を撤去したので、削除ってのしたので疲れていてしっかり寝ちゃっております。色ってお腹の部分とあと胃に穴を開けて、表からそこをチューブでつないで、表からと食料などを入れるのに作るんですけれども、抜くときは非常に簡単らしいです。チューブを引っ張るだけで抜いちゃうそうです。胃とチューブ、お腹の表面の間にどのぐらいスペースあるのか分からないんですが、まあそんなに皮下脂肪ない時に開けてるんで全然だと思うんですけれどもね。どうなんでしょう、胃に開いた穴、開けてた穴っていうのはなんか 1,2 時間で塞がっちゃうそうです。すごいですね、人間の体っていうのは。それで表面も 1,2 週間っていうことなんで、それまで絆創膏バッテンに貼っとく、バッテンではないだろうけど絆創膏貼っといて、それで保護しとればいいらしいです。あと胃の方をなんか縫ったりとかね、そういうのするのかなと思ったけど、そういうのはしないらしいです。よくできてるもんですね、人間っていうのはね。まあ、1年間支えてくれたんでありがとうです。今日はですね、和子さん待ってる間ゼルダ久しぶりにやりまして、行き詰まってたところをなんとか打開できました。はい、家帰ってからもやってました。やっぱ大きい画面の見やすくていいですね。で、今もまた行き詰まってます。はい謎がなかなか解けずに苦労してます。でも前に比べたらちょっと詰まってすぐ進める感じなんで面白いです。まだまだ先は長いでしょうが楽しみたいと思います。